本日も始まりましたコレパ放送局。今回の動画ではアニメユニバーシティコープさんが五等分の花嫁インテグラムのスペシャルフェアをね開催するということで、こちらキャラクトくじ販売記念ということでね、スペシャルフェアを開催するということらしいです。期間が2021年12月25日土曜日からということでね、こちらのスペシャルフェアのね内容などお伝えしていこうと思いますので、どんなグッズがあるのか見逃さないように最後までお付き合いください。ということで今回なんですけど、アニメユニバーシティコープさん、最近よく名前が出てきますけど、こちらキャラットくじ同時にね12月25日の土曜日にキャラットくじが販売ということでね、熱々中華料理店っていうのがねキャラットくじ販売するんですけど、そちらにね合わせてスペシャルフェアっていうことを開催されるということでね、実はね、僕ね、これね、最初くじだと思ってたんですよ、スペシャルフェアってね。あ、くじでなんか当てるんだなと思ったら、普通に通販とか店舗での販売ということでね。はい、25日、12月25日の土曜日からは、販売、店舗での販売ということで、そちらね、どこで店舗の販売されるかっていうのはね、概要欄にホームページをね、貼っておきますので、そちらの方から、家に近いところのお店をね、行ってください。はい、じゃあね、商品の方をね、紹介していこうと思います。ちょっとすごい言いにくいですね、商品の紹介ってね。はい、じゃあね、一つ目、アクリルスタンド、スケーターガールズってことで、ガールズじゃないんだよね、ガールってことで、価格が各1980円の税込み。ハイブさんだね、ハイブだよ。ハイブさんとのコラボなのかな、多分今回。ってことで、スケートですね、スケーターガール。スケーターガールね、可愛いですよね、こちらのキャラクターが。イチカが座ってるバージョンで、ニノがもうね、ボードを持って、ちょっとかっこよく、凛々しく立ってますね。で、ミックはちょっとおどけてる感じで、四つ葉も座ってるけど、ちょっとなんかこちらに目線やってますよね。で、イツキの格好、これ好きですよね。この後ろから振り向くバージョン、めっちゃ好きです。で、みんな可愛いですね、これね。衣装も可愛いですし。はい、ということでね、アクリルスタンド、スケーターガールズ、図じゃない。ということで、アクリルスタンド、スケーターガール。はい、続いてが、アクリルスタンド、スケーターガール、バージョン2ということで、こちら価格が各1980円の税込みということで、衣装はね、変わってない感じがします。で、みんなね、右側に向いて歩いてるんですよね、これ。で、なぜか、ミクだけが、後ろをちょっと振り向いて、なんか鳥かなんか見てるんですかね。スケボーの裏にね、12345って数字が振ってあるっていう、これはなくさないですね。色もついてますからね。はい、そんな感じで、よく見たら、四つ葉の服にも4って書いてあるんですね。これすごいですね。細かいですね。はい、アクリルスタンドスケーターガールバージョン2ということでね、こちら1980円でした。1980円です。はい、続いてが、ゆらりアクリルスケーターガールって、この揺れるアクリルスタンドのやつって最近流行りですかね。ちょこちょこと出てくるようになりましたけど。はい、こちら価格が各990円の税込みということで、サイズとかはね、全く書いてないんで、なんとも言えないんですけど、そんなにちっちゃかないなって思います。で、キャラクターは SD に変わってますね。アクリルスタンドスケーターガールの SD 版っていうことですかね。で、ゆらりバージョンっていう感じだと思います。はい、こういうのはね、ゆらゆらされてるの可愛いですよね。はい。はい、ということで次、B2 タペストリースケーターガール。価格が各3850円の税込みということで、こちらもね、スケーターガールということでね、アクリルスタンドスケーターガールの同じバージョンで、はい、こちらがタペストリーに変わったということでね、タペストリーの背景もね、キャラクターに合わせて色変わっててね、こちらすっげえなんか僕の中でもすげえセンスいいなっていう感じの作り方してますね。ちょっと僕もこういうのは真似てみたい感じがします。勉強させてもらわなかったですね、こういうのはね。本当にチラシ作るのにはやっぱりこういうね、センスっていうのがね、絶対大事だと思うんで、こういうの見てね、ちょっと勉強しなきゃいけないと思います。はい、ということで B2 タペストリースケーターガール各3850円、こちらはちょっとね、何本か買いたいなと思ってます。はい、続いてがブラインドクリアファイルスケーターガールで、価格が385円の税込みということで、こちらもね、センス本当いいですね。これ絶対女性が作ったんですかね。このセンスマジいいんですけど、これはちょっと全種類欲しいですね、こっちのクリアファイル。ただ問題、ブラインドっていうことでね、ブラインドがほんとちょっとね、気に入らない感じが出してきますけどね。ブラインド僕好きではないので、これでもちょっとね、全キャラ欲しいですね。はい、何枚か買ってね、ちょっと全キャラ集めてみようかなとちょっと思っちゃいます。はい、またブラインドですね。ブラインド缶バッジスケーターガールってことで、価格が440円の税込みということで、
基本イラストは使い回しですね、やっぱりね。使い回しで缶バッチってことで、はい、こちらもいい感じでね、同じ方が多分ですね、デザインされてるんでしょうね、きっと。なんか、ファイブさんだからね、やっぱりかっこいい感じで作られてますよね、全体的に。かわいいではなく、今回かっこいいっていう感じで作られてるんでね、僕の中ではありです。めっちゃありですね、これは。まあ、ブラインドなんで、ちょっとね、試着に触りますけど。はい、ということで、これね、実は通販。もう一番最初に僕通販って言っちゃった気がするんですけど、販売だけじゃなくて25日からは販売なんですけど、こちらね、12月の27日の月曜日18時からね、27日月曜日18時、大事なことなんで2回言いました。3回目は言いませんってことで危ない危ない、はい、通販開始は12月27日月曜日18時から通販が開始されるということで、こちらね、お問い合わせが多かったということで、店舗の方がね、腰を上げていただいたということで、通販ができるそうです。これ多分ね、アニメユニバーシティコープさんの方の通販でできるんじゃないかと思うんですけど、どこでっていうのは書いてないんで、多分そこだと思いますけどね。で、問題はね、数量に限りがありますので、あらかじめご了承くださいということで、店舗だけではなく、こちらね、現場でも多分ね、ものを持ってると思いますので、こちらの方全部な、しょっぱなはなくならないかなと思いますけど、店舗の方へね、行けない方はぜひこちらの通販使ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はアニメユニバーシティコープさんからキャラットくじ販売記念のね、五等分の花嫁インテグラムスペシャルフェアっていうことの商品のね、紹介をしてきました。今回ファイブさんとの、ね、コラボっぽいんで、ちょっと僕ね、ファイブさん好きなんでね、今回これ買おうかなと思ってます。全種類さすがに買えませんけどね。でもアクリルスタンド僕はあんまり持つ気はないんですけど、ちょっとこちらのね、アクリルスタンドは欲しいんで、買ってこようかなと思いますけど、そうするとコミケのお金が、コミケ行かないんですけど。あ、ちょっとね、お金もね、財布の紐を固くしないといけないんじゃないかなと思うぐらいちょっとね、25日は多いっていうことで、いろいろと皆さん考えていかなきゃいけない状態じゃないかなと思います。まあそんな感じで僕もね、いっぱいいっぱいなんですけどね。はい、ということで、今回、五等分の花嫁インテグラムのスペシャルフェアの紹介でした。はい、皆さんね、25日は店舗へ行かれるか、27日まで通販待つかということでね、ぜひ悩んでください。僕は店舗へ行きます。はい、そんな感じでバイバイ。